251で 2m7 フラット5、57、1m7 のように解決先がメジャーコードなのに 2m7 フラット5となっている場合は基本的にサブドミナントマイナーでしょうか。あ、よく知ってますね。6リアンが弾けますか。6リアン弾けます。サブドミマイナーですね。まあでもサブドミマイナーって考えなくてもいいですけどね。単純にマイナー251がメジャーに解決したってだけでもいいし。そう。なんかジャズスタンダードでたまにこういう進行が出てくるんですよ。I'll be seeing you とかそうなんですけど、これよくある普通の251ですね。これただの251だけど、たまにこういうのが出てきます。Dm7 の次に Fm7、G7 みたいな。こいつ4度マイナー、サブドミナントマイナーですね。このサブドミマイナーもトニックに向かいたがるし、5-7もトニックに向かいたがる、まあ、同じ性質のものが2つ並んでる感じですね。だから、まあ、いろんなリハもできますよね。もう Fm7、G7 でもいいし。ってことは Fm7 じゃなくて、ここは Dm7 フラット5でもいいし。っていう感じ。なんかこの辺は共存してますよね。曲によって割といろんなパターンでできますね。こうやってシンプルな251もあれば、なんか4マイナーいきなりちょっと出てくる時もあるし、まあこういうのもあるし。